はいどうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ね、前回の動画に引き続きなんですけども、タコ村という地名についてその由来をチャット GPT に聞いてみました。このように聞きましたね。地名タコ村の由来には以下の2つの説がありますっていうふうに書いてるんですけども、私が問いを尋ねたらね、以前これね3つの説っていうふうに出てきてたんですよ。で、3つ目の説につきましては最後に私の方からお話しします。今ね同じ質問したんですけども、二つの説がありますに変わっちゃったんですよね。まあ、ちょっと二つの説についてまずは読んでいきましょう。一つ目、タコの形をした地形に由来する説。あ、なるほどね。タコ村っていう地名が、道路があちこちに伸びていて、例えば、三つ又峠ってあるでしょ？道路が三つに分かれてるやつ。それから四つ又とかね、五つ又ってあるでしょ？八つに分かれていたら、確かにタコみたいな道路が伸びてるよねって感じで、タコ村っていう風に名前が付けられたかもしれません。そのように、タコの形をした地形に由来する説があると。で、二つ目、タコを捕獲する漁業が盛んだったことに由来する説ってあります。一つ目の説は、地形がタコの形をしていることから、その形、その名が付いたというものです。例えば、岡山県井原市岩倉町にあるタコ村峠、これ私も行ったことがありますけども、タコの村峠って書くんですよね。峠の形がタコの足のように見えることからこの名が付いたと言われてます。いや、現地に行ったんですけども、まあ峠がねタコの形に見えるかって言ったら見えないんですよ。ただまあ今はもうねかなり道路が整備されてますので、地名だけが残って、実際にその土地は区画整理されちゃったっていう例かもしれませんね。これが一つ目。で、二つ目なんですけども、二つ目の説は、タコを捕獲する漁業が盛んだったことからその名が付いたというものですよね。例えば、新潟県の、弥彦村ですか。こちらに、タコケヤキっていうのがあります。タコを捕獲する漁具に似た形をしたケヤキの木があることからこの名が付いたと言われています。なるほどね。確かに、木っていうのは、その枝の分かれ方によってはタコに見えなくもないですよね。で、どちらの説が正しいか明確には分かっていません。しかし、いずれにしてもタコに関する地形や漁業に由来する地名であることは確かですと書いてます。なお、日本にはタコ村という地名が複数存在します。例えば以下の通りですというふうにいくつか紹介されております。はい。で、ここまででチャット GPT の今回の説明は終わるんですけども、補足して私の方からね、お伝えしたいと思います。はい。ではですね、私が以前見た3つ目のタコ村という地名の由来なんですけども、これはですね、ある村にタコのような形をした手と足が伸びたね、子供が生まれたらしいんですよ。まさにこれはね、当時で言うと奇形児っていう風に呼ばれていたのが、当時は、あ、タコみたいな子供が生まれたな、みたいな感じだったんですよね。もちろん昔から手が3本あるとかね、もしかしたら足がちょっとないとかね、そういったいろんな形で、いわゆる障害を持ってね、手や足が通常の形ではない子供が生まれたってことは、今までもいくらも例があったと思います。ただそこにですね、タコっていうあだ名を誰からともなくつけたっていうね、まあそういう悲しい歴史が何百年か前かにその地にはあったらしいんですよ。で、そういった物語を後から聞いた人がその地名をタコ村っていうふうに名付けたと。だからつまり、その、まあ奇形が生まれたとされているその瞬間についてわけではなくて、昔こういう逸話があったんだよっていうことで、そこに何かで地名をつけるときにタコ村っていうふうにつけたのかなっていうふうに思ったんですよね。で、このタコ村なんですけども、ちょっと他の続説といいますかね、別のアナザーストーリーがあって、なんでね、そういった子供が生まれたかっていうのを、いろいろ当時の、少ない情報で考えたらしいんですよ。で、その中で、まあ子供を産んだお母さん、奥さんがね、タコとまぐわったんじゃないかなっていうふうな説を唱える人がいて、それが江戸時代ぐらいにタコと女の人がこうまぐわうみたいな見せ物小屋ってのができた、そのなんか元のネタになったみたいなんですよね。まあですんで、実際にそういうふうなあだ名をつけたやつがいたのかどうかってことは全くわからないんですよ。これは参考文献があるわけでもなくって、ただ前回チャット GPT でクエスチョンした時には3つの説があるっていう出てて、で、ああ、なるほど、こういうことって考えられるよねって私は思って、もう一回確かめてみたら、今日聞いてみたら、それ消えていてですね、二つになっていたってことだったんで、チャット GPT も、まあ、いろいろとコンプライアンスがあって、なんか後世に残さない方がいい説っていうのは、こうやって、淘汰していってるのかなって感じた次第でございます。まあ、それにしてもね、確かに昔の浮世絵みたいなやつとか、なんですかね、春画とかいうの、要するに、
まあ、昔のエッチな絵っていうやつがあるんですけども、それにはタコと女性がこうねまぐわってるようなもの確かにあったなってちょっと印象があるんですよ。はっきりと見たことはないんですけども、そういったちょっと私の趣味ではないものがあったりとか、まあ、あのこれも私が見たわけではないんですけども、いわゆるね AV もので女の人のところにタコが吸い付くみたいな、ちょっと想像するだけで私としては気持ちが悪いなってなんかそんなことしなくてもいいのになみたいなのがあったりとかして、そのタコの触手がなんかいわゆる女性の中に入っていくみたいなのはなんかね、そのロリコン漫画みたいなんでもあったような気がします。触手ものっていうらしいんですけども、そう考えていったら、なんか元の話として、不幸にしてねちょっと手が3本とかなんかそう足が4つありましたよみたいな子供、いわゆる奇形児がなんかの原因で生まれた時に、これはお母さんに原因があったんだっていうふうに昔の非科学的な思考で思っちゃった人がいたのかもしれませんし、そうなった時にこの奥さんは旦那さんがいない時にタコの魔物に襲われてその子供を宿したんじゃないかなみたいなおかしな説が今ではね本当に荒唐無稽なんですけども、当時は信心深い人たちの集まりなんで、ああそうに違いねえ何枚だ何枚だとかやってたのかもしれないです、真面目に。で、そのストーリーってのは本当どこにも残ってないんで何とも言えませんけども、必ずしもそのお母さんとお子さんが不幸だったかどうかってことは分かりませんし、あなんかね神の化身って思われたのかもしれませんし、おぞましいなんか悪魔の生まれ変わりだと思われたのかも分かんないですけども、ただねこの話が本当のことであろうと架空のものであろうと現代において地名をね調べようと思ったら本当に不可解な説がたくさん出てくるなってこと、なんか興味深いのと片方ではね、地名とか人の名前とかあだ名っていうのは本当にその人への大きな先入観を植え付けるなと思いますよね。まあなんか増税メガネって最近はね言葉があるみたいですけども、増税メガネね言われた方が嫌ですよね。せっかく総理大臣になったのに増税メガネって言われてなんかね国民から恨まれてるみたいな、ねなんとかしなくちゃいけないなと思っていただければいいんですけども、わかんないですよ。増税メガネって言われた腹いせに、あだったらいいよ増税してやるよみたいなね開き直られてしまうかもしれませんね。ということで今回はタコ村というね地名に対して私がねなぜかこだわってここまでいろいろと動画を撮ってしまいましたというこのタコ村という地名のシリーズの最後の動画でございました。どうもお楽しみいただけたでしょうか。ありがとうございます。